いただきます。どうもパンケーキこと岸りょうたと申します。ミステリー小説を読んでいる友達とさ、同じミステリー小説を買って、まあ、その終盤だけ読んでその友達にネタバレするようなやつって大体将来大統領になってますよね。というわけで、今回はミステリーゾーンについての話になるんですけど、これまでフェスがもうね、毎月のように行われてきて、回数にして20回かな、約20回ぐらいで、先月も、NPB コラボに際して、なんか、セリーグ対パリーグのフェスが行われたところなんですけど、おそらく、まあ今月も、6月のフェスで最後7月のフェスがあると思うんですけど、ちなみになんですけど、公式の方でアップデートてかフェスを7月までっていうのを発表されてましたので、おそらくまあフェスはもう7月で終わるのかな、今のところだと7月のフェスで終わるのか、まあもしかしたらE3 の後になんか発表があってもうちょっとフェス続けますみたいなのがあるかもしれないんだけど、まあ今のところは7月で終わると見てもいいんじゃないかなと思います。7月ラストフェス楽しみなのか、ちょっと寂しい気持ちもあるのかみたいな感じなんですけど、で、今回なんですけど、そのねフェスごとに毎回ねいつもとは違ったミステリーゾーンっていうのが用意されるんですよ。ミステリーゾーン、飯田ちゃんがねそのフェスのために3日間やら2日間限定で出すステージがあるんですね。で、特殊なねギミックがあるのが特徴で、例えばでんでん太鼓で床が動いたりだとか、あとピロピロインクでピロピロを飛ばせたりとか、まあそういういろんなねギミックのあるステージがあって、一癖二癖あるステージが多かったんですけど、まあ、そのステージってフェス限定だったわけですよ。で、普通のね、こういう今ガチマッチの映像流れてると思うんですけど、このガチマッチの最中とか、ガチマッチのステージとか、縄張りバトルのステージで選ばれることは、まあないんですね。なんですけど、なんか、最近、なんかラストフェスが終わった後、7月のフェスが終わった後に、その、フェス限定のミステリーゾーンが、プライベートマッチ限定で遊べるようになるっていう、噂がね結構ありまして、個人的にはまあ全然あり得る話なんじゃないかなと思いまして、で1の時スプラトゥーン、初代スプラトゥーンの時はそのミステリーゾーンっていう概念が確かなかったんじゃなかったかな、ちょっとあんまり覚えてないんだけど、多分なかったと思うんですよね、フェスの時にミステリーゾーンっていう概念が。でミステリーゾーンっていう概念が出てきて、まあ普通で遊べないとということで、でも1日だけ限定とかもったいなくないですか。せっかくなんかさ、新しいいろんなギミックを詰め込んだステージができてるのに、1日フェスの時だけっていうのもったいないと思うんですよね。だからまあ普通のプレイでは遊べずとも、プライベートマッチで出てこないかなっていうのは僕も結構ずっと前から思ってたことなんで、もし本当だったらめちゃくちゃ嬉しいけど、まあ来なくてもまあ仕方ないかなっていう感じではあるんですけど、でも任天堂って結構そういうサプライズ的なことをしてくるの好きじゃないですか。でも全然あると思うんですよね、僕本当に。まあ、信憑性は根拠とかはないんですけど、あ、ただね、なんかねツイッターでちょっと見た感じだと、有名なリーク情報を出してくる人がそういうデータを解析して見つけたっていう情報を聞いたので、もしかしたらありえない話ではないかもしれないですね。個人的には本当にそうなってほしいところではあるんですけど、どうだろうな。で、E3 のさ、いつもだいたいこういう大きなイベント、スプラ甲子園終わった後とかに大きな発表があったりするんですけど、例えばね、東会議の時にもあって、だっけ、党会議の時ってあったんだっけあんま覚えてないけど、なんかスプラ甲子園関東地区 Day2 が終わった後とかにも発表されてたり、アップデート情報が発表されてたりして、まあ、そういうなんか大きな大会とかそういうイベントの最後に、スプラトゥーンのブースの最後に大きなアップデートの情報とかを出してくれたり
するので、もしかしたらこの6月にある E3 ゲームのね、大きいイベントがあるんですけど、そこでスプラトゥーンのね、ワールドチャンピオンシップみたいなのが、ワールド大会、世界大会かが開催されるので、もしかしたらそこ終わったところで発表があるかもしれないですね。まあその発表じゃなくてもスプラトゥーン3の発表だったりとか、まあその他スプラトゥーン2のアップデート情報、アップデートはもうないって言ってるからどうなのかわかんないけど、アップデート情報とかが来るんじゃないかなと思います。まあでもプライベートマッチでミステリーゾーン遊べるようになったらめちゃくちゃ楽しくなりますね。で、あともう一つ考えてるのが、普通の縄張りバトルで何回かに1回ランダムでその出てくるみたいなのもありなんじゃないかなと思います。何回かに1回フェス仕様になるとかね、そういうのあってもいいんじゃないかなと思います。というわけで今回はプライベートマッチで今までのミステリーゾーンが遊べるようになるかもしれないという、妄想になったらいいなっていう噂について話してみました。それではごちそうさまでした。またね。バイバーイ。